北陸新幹線も金沢まで実はすでに開通をいたしておりますが、開業をいたしておりますが、いまだまだ福井県にはこの新幹線の通過音は聞いていないわけです。一日も早くこの新幹線を通すことによって、県下唯一のこの湯の内、阿波長、そして福井県のいろんな各湾の産業が、特に中小商業企業の多いこのふるさと福井に、何か大きな起爆を起こしながら、今まで地下にさっと眠っておったマグマが一気に深みるような、そういった劇的な変化を求めなければならない、まあ、そう思いつつ、私がこの24年間国政で働いていたのも実でございます。また特に福井県は農業立県でもございます。素晴らしい良質米のコシヒカリ、あるいは農産物が取れるわけであります。まあ、こういった素晴らしい特色のあるこの福井県の農業を大きな流通機構に乗せて、そして国内はもとよりでありますが、国際社会にも売って出るくらいの農業経営というものが、私が求められている現在、そういったことにも配慮していかなきゃならない、重要な私は政策の一つであると思っています。